首謀者は殺し合いの参加者の中にいるはずなんだ。参加者って。この学園で殺し合いを強要された16人、その中の誰かだよ。あ、なんじゃと。首謀者が隠し部屋を頻繁に訪れていることも、思い出しライトを作れる設備が教室にあることも、普段は学園内にいる誰かが首謀者であることを示しているとしか思えないんだ。普段は学園内にいる誰か、それって私たち16人の中の誰かだよね。バカな！首謀者がうちらの中にいるなど、そんなことがあるはずない。だってうちらは共に戦うと誓い合った仲間同士なのだぞ。パパパ、その仲間同士が嘘だったってだけでしょ。うるさい、そんなわけない。うっぷっぷ、取り乱しちゃって見苦しいな。こういう時こそ冷静な話し役が必要だよね。必要だよね。ワトリー、ワイラの出番やな。今度こそ冷静に大活躍して生きる権利をつかみ取ってみせるわよ。え、生きる権利って誰か死んじゃうの？そういう話なんだっけ？とにかくうちは新人ぞ。うちらの中に首謀者などいるはずない。待って、首謀者が殺し合い参加者の誰かだとしても、残ったこの5人の誰かって決まったわけじゃないよね。え？どういう意味？死んだはずの誰かが実は生き延びていて、その人物こそが首謀者という可能性もあります。モノクマが平気でルール違反を犯すと分かった以上、その可能性だって。で、結局どういうことなの？さっさと答えてよ。ほら、早くしないと。モノクマーと全員まとめて自爆させちゃうよ。じゃあ早く答えて。天海くんが殺された時のみんなのアリバイを思い出してみよう。あの時のアリバイは？それは最初の学級裁判でも話し合いましたよね。もう一度話し合う意味があるのですか？でも首謀者が天海くんを殺したのは間違いないんだ。だったらどこかに穴があるのかもしれない。あの時は気づけなかった。アリバイの穴がね。それを確かめてみるんだね。良いぞ。だったらやろうではないか。うちらの中に首謀者などいない。それを確かめるためにもな。パパパ、この議論は果たしてどんな結末を迎えるんでしょうかね。首謀者はこの中にいるのか、それとも。さあどうなんだ。どんどん盛り上がっていくよ。うちは地下のゲームルームにおったぞ。
他にはモモタやゴンタやハルカワ、それにケイコとアンジーもおったな。いくら同じ地下にいたからって。私にアマミを殺すことは不可能だ。うっ、でもアマミを殺すなどおらんぞ。僕は自分の個室に一人でいました。それは個室、チクも大間くんも同じです。アリバイらしいアリバイはありません。僕はアマミくんを殺していません。私は食堂にいたよ。新宮寺くんとイルマさんと北条さんも一緒だった。途中でちょっとトイレには行ったけど、アマミくんを殺すことはできないよ。もちろん西原くんは赤松さんと一緒だから、アマミくんを殺すのは無理だよね。私は地下のゲームルームにおったよ。他にはモモタやゴンタやハルカワ、それにテンコとアンジーもおったな。いくら同じ地下にいたからって、私にアマミを殺すことは不可能だ。うちもアマミを殺してなどおらんぞ。僕は自分の個室に一人でいました。それは星くんも大間くんも同じです。アリバイらしいアリバイはありません。僕はアマミ君を殺していません。私は食堂にいたよ。新宮寺君とイルマさんと北条さんも一緒だった。途中でちょっとトイレには行ったけど、アマミ君を殺す。ここはグッズないよ。それは違うぞ。ちょっと待って、白金さん。君が言ったトイレってさ、校舎1階の食堂近くの女子トイレだよね。なんじゃと、あのトイレじゃと。え、な、何それがどうしたの。その女子トイレって西原が調べてた場所だよね。そこに何かあったの。あのトイレの奥にある用具置き場には隠し通路があったんだよ。しかもその隠し通路は図書室の奥にある隠し部屋につながっていたんだ。あの女子トイレからは隠し部屋に行き来することができたんだ。え？白金さんは天海くんが殺された犯行時刻付近に隠し部屋に通じるトイレに行っている。そして天海くんが殺された時、犯人は間違いなく隠し部屋にいたはず。その事実の一致を無視することはできないよ。ちょっと待ってよ。急に言われてもよくわからないんだけど。ただ女子トイレからでなくとも図書室の隠し扉から入ったのかもしれんぞ。いや、その可能性は考えられないんだ。あの時僕は図書室のカードリーダーの隙間に小さなホコリを詰めておいたんだ。誰かがカードリーダーを使って隠し扉を開けたらそれが分かるようにね。でもその埃は落ちていなかった。誰もあのカードリーダーを使っていないってことだよ。だとすると隠し部屋に入るにはもう一つのルートである女子トイレを使うしかないね。
ことに。そうとしか考えられないんだ。犯人は校舎1階の女子トイレからあの隠し部屋に入って、そこにいるマザーモノクマに協力させることで図書室の様子を伺っていたんだ。そして赤松さんの計画が失敗したと知るや否や、隠しカメラのタイミングを測って、砲丸を手に隠し部屋から飛び出したんだ。その時隠し扉は開きっぱなしだったはずだよ。それなら入る時にカードリーダーを使わないで済むから。そして犯人は天海くんを砲丸で殴ると、代わりに赤松さんが投げた砲丸を回収し、隠し部屋へと戻ったんだ。天海が持っていた生存者特典のモノパッドも一緒にだよね。そして回収したモノパッドと砲丸を隠し部屋に置くと、再び隠し通路を使って女子トイレへと戻ったんだ。これをやったのが白金じゃと。違うよ、何かの間違いだって。ほら、今までのパターンからして生き残り以外のところに首謀者が潜んでいるんだって。そもそも白金にこんな大それた計画を実行できるのか。こやつは超高校級のコスプレイヤーじゃぞ。そうだよ、ただのコスプレイヤーなんかに首謀者なんて無理だって。でも天海くんの殺人が起きた時、女子トイレに行っていたのは白金さんだけなんだ。その事実にはどう反論するの。反論も何も、そんなの偶然ってだけで。そうだ、キーボくんと星くんにもアリバイはないよね。だったらその二人が女子トイレにいた可能性も。じゃあ君はその二人のどちらかと女子トイレで会っているの。その二人のどちらかが女子トイレに行っているなら、同じ場所に行っていた君とも会っているはずだよね。でも君は今までそんな話をしてなかったよね。それは白金、どういうことなの。まさか本当にそうなんですか。白金よ、そうなのか。違うよ、違うんだって。私は本当にトイレに行っただけで、隠し通路のことなんて知らなくって。出番だぞモノクマーズ、ちんたらしてんじゃねえよ。それは違うクマ。あんな風にお父ちゃんに怒鳴られたの初めてだよ。活躍戦闘、ほんまにワイらまとめて爆発させられてまうで。まだまだ行きたいわ。次の扉を開きたいわ。だからお願い、あたいたちに勝たせてよ。はお願いだよ、お願いだからオイラたちに勝たせてよ。死にたくないよ。あたいたちはこの世にたった一つの花なのよ。このメガネが何やったか知らんけど、メガネキャラに悪人はおらんで。とにかくもうやめてよ。おいらたち死にたくないよ。悪いのはモノクマと首謀者だ。
それに今さら何を言ってるんだよ。僕らの仲間がどれだけ犠牲になったと思ってるんだ。お願いだよ、助けてよ。本当にあのメガネが死亡者なんか。ワイらは何も知らんのや。嫌だよ、爆発したくないよ。彼女が犯人だとしても。ねえ、もうやめようよ。死亡者って証拠はないじゃない。その言葉、切ってみせる。隠し部屋にいたマザーモノクマが壊れる前に言っていたんだ。本人っていうのはもちろん首謀者のことだ。マザーモノクマは首謀者から夢と命令されるとスペアのモノクマを作るんだったよね。あの時うちらはみんなで試したはずじゃ。あ、そういえばキーボ君ってあの場にいなかったよね。ええ、僕はエグイサルと交戦中でしたから。キーボ君はマザーモノクマに命令してないんだよ。だったら首謀者の正体って。埋めと命令していないのは白金さんもだよね。え、あの時他のみんなはちゃんと埋めって言っていたんだ。白金さんだけは違う言葉を言ったんだ。君だけは梅じゃなくて作れって言ったんだよ。君はマザーモノクマがどうすればスペアを作るか知っていたんじゃないのか。だからあの場ではあえて作れって言葉を選んだんだ。もし自分の口から埋めと命令すれば本当にマザーモノクマがスペアを作り出してしまうから。そうなんじゃないの。何ちょっとどうしたの。やだな犀原くん、もしかして本当に私が首謀者だと思ってるの。そんなわけないじゃん。ねえ、みんなも何とか言ってよ。こんなの絶対におかしいよね。だったら反論してよ。みんなそれを待ってるんだよ。え、僕だって信じたくないさ。今まで一緒に生き残った仲間の中に首謀者がいるなんて。だから君の反論を待っているんだよ。僕の推理は間違っているかもしれないって思いながら、僕は今までだって赤松さんの時だって間違ったからさ。だから僕にはみんなの力が必要なんだ。僕が間違っているならそれでも構わないから、ちゃんと反論してよ。そうやって真実にたどり着くことも協力。白金さん、お願いします。白金よ、頼む。どうしたの？今のを聞いても反論できないの？待たんかい！なんやよ、わからんけど、とにかく待たんかい！あ、モノスケのせっかちなところが出た。
とにかく仲間同士で攻め合うのはどうかと思うで。みんなで笑顔や。せや、新喜劇でも見て笑顔に。ああ、うるさいな。わあ、モノスケ！お父ちゃん、なんでモノスケのことあんなに愛していたのに。ああ、そうだね。でも今いいところなんだからさ。ギャーギャー騒いでないで、ちゃんと見てろよ。お父ちゃん。ぷぷ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 ぷ、ほらほら、盛り上がってきたよ。君が首謀者の正体を暴こうとしている。絶望に打ち勝とうとしている。ワクワク、ドッキドッキするよね。君しかいない。この殺し合いの首謀者、天海君を殺した真犯人の正体は白金さん、君だよ。現時点で考えられる可能性はそれしかない。反論はないの？反論って言われてもよくわからないんだよ。ねえ、もうやめようよ。みんな勘違いしてるんだよ。だって私たちは仲間でしょ。みんなで協力し合ってこの殺し合いを止めるんじゃなかったの？でもこれは学級裁判なんだ。首謀者がやらせている学級裁判だけど、僕らは今までこうやって生き残ってきたんだ。こうやってしか生き残れなかったんだ。だから生き残るためにもちゃんと僕らを納得させる形で反論してほしいんだ。頼むよ。白金よ、やはりうちはお主を疑いたくない。共に生き残ったお主を信じたい。今までの殺し合いと同じようにこの場にいない誰かが首謀者であってほしい。だから本当に違うなら諦めてはいかんぞ。うちも応援するから諦めてはいかん。そう言われても。白金さんは調光タイムかな。でも待っているだけだと時間がもったいないから。ねえ犀原くん、ここで改めて事件を振り返ってみない？え、ほらいつもやってるじゃん。全ての真実を明らかにして終わらせるんだ。あれを楽しみにしている人だっているんだから、今回もちゃんとやってもらわないと。
事件の真実だ。じゃあ新たな証拠をもとに天海くんの事件をもう一度振り返ってみよう。事件が起きた夜、僕と赤松さんは1階の教室で見張りをしていたんだ。そこで図書室に仕掛けた罠に首謀者がかかるのを待っていたんだよ。その頃食堂には4人のメンバーがいた。殺し合いの首謀者はその中にいたんだ。首謀者はなかなか殺し合いが起きない状況に内心業を煮やしていた。追加した動機によって赤松さんが行動に移ったのを知っていたものの、その犯行が失敗した時の保険として自ら手を下すことも考えていたんだ。そこで首謀者はトイレに行くと食堂を離れるとある場所に向かったんだ。図書室の動く本棚の奥にある首謀者だけが入れる隠し部屋だよ。そしてその時はやってきた。殺し合いのタイムリミットが1時間を切った頃、天海くんが図書室で動く本棚を動かすと、僕の持っていた防犯ブザーが鳴ったんだ。天海くん殺害の瞬間までは最初の学級裁判で解き明かされた通りだよ。僕が慌てて教室を飛び出した隙をついて、赤松さんは教室の通気口に砲丸を投げ入れた。一方、図書室の動く本棚を調べていた天海くんは、赤松さんが仕掛けた隠しカメラのフラッシュに誘導され、砲丸が落ちる位置へと移動していた。そして砲丸は赤松さんが作り上げた道を転がって天海くんの頭上の本棚までたどり着き、そこから天海くんの頭めがけて落下、彼の命を奪ったはずだった。だけどそれは首謀者によって歪められた真実だったんだ。赤松さんの投げた砲丸の行方、本当の真実は全く違うものだったんだ。赤松さんが投げた砲丸は天海くんには当たらなかったんだよ。きっと天海くんも驚いたはずだ。急に砲丸が落ちてきたんだからね。だけど彼の未来が変わったわけじゃなかった。隠し部屋からその様子を見ていた首謀者は赤松さんの失敗を受けて自ら手を下すことを決意した。首謀者はすぐさま隠し扉から飛び出すと、天海くんの背後から襲いかかったんだ。その手に凶器となる砲丸を持って。そう、天海くんの命を奪ったのは赤松さんの砲丸ではなく別の砲丸だったんだ。そして首謀者は赤松さんが投げた砲丸を回収し、凶器に使った砲丸を現場に転がした。さらに天海くんが持っていた生存者特典のモノパッドを回収すると、再び隠し部屋の中へと戻っていったんだ。
僕らが図書室に突入した時に見た動く本棚が閉じていく光景。おそらくあの直前に犯行を終えた首謀者が隠し部屋の中へと戻っていたんだろうね。こうして証拠を捏造された僕らは真実を隠されたまま最初の学級裁判に臨むことになった。そして赤松さんが黒という真実にたどり着く。首謀者に歪められた真実に。隠し部屋に戻った首謀者は回収したモノパッドをテーブルに置き、赤松さんが投げた砲丸をゴミ箱に捨てた。これらの証拠を完全に処分しなかったのは首謀者の油断だったのかもしれない。隠し部屋に入れるわけがないって油断だ。そのおかげで僕らは真実を見つけることができたんだけどね。その後首謀者は隠し通路を出現させるとその中へと入っていった。この隠し通路の出口はある場所にあったんだ。その場所は校舎1階の女子トイレだよ。隠し部屋は女子トイレともつながっていたんだ。最初に首謀者がトイレに行くふりをして隠し部屋に移動した時も実はこの隠し通路を使っていたんだ。そして首謀者は再び同じルートを使って誰にも気づかれることなく隠し部屋から戻ってきた。あの時隠し通路を使えたのは何も食堂にいたメンバーだけじゃないかもしれない。でも首謀者が生き残った5人の中にいるとしたら可能性は君だけに絞られるんだ。違うというのなら反論してくれ。殺し合いの首謀者じゃないって反論してくれ。超高校級のコスプレイヤー白金紬。